そんなにお願いされても七海先輩に怒られる。でもどうして占いを？メル編。このメルの服って童貞を殺す服っていうの本当なんですか？私はそう思う。え、告白？シン、シン。ごめん。でも僕、人を占うのは禁止されてて。そこお願い、悪い結果でもいいから。現実になるじゃん。うーん。今回だけもいいから。それなら。なんかフェードアウトしてた。占いなうってことじゃん。ああ。わあ、めっちゃすげえ。お。ふう、二人ともお疲れ様でした。なんで読まないんだよ。あそっか。はい、ほんと疲れましたよ。今のはいめっちゃレンちゃん。うん、思った。やべえ、八千代さん見て、八千代さん。元気が良すぎるというか、面倒な魔女でしたね。だけど学校の近くに現れたから原因はなんとなくわかるわ。めっちゃうまくない？八千代でしょ。学校の近くなんて珍しくないじゃないですか。でも魔女の数は増えた以上は何か原因があるのよ。そう、八千代ってそういう感じ。あと魔女がどういう存在か、それも合わせて考えてみればわかるかもしれませんよ。現れる数が多くなって魔女がどういう存在か、うーん、魔女は呪いを振りまく存在で、弱っていたり不安定な人を巻き込んで不幸にする。それも最近になって学校で多く見かける。はい、それもこの2月に。何が言いたいんですか、美冬さん。今は学校に不安定な人が多い時期、そう言いたかったんですよ。あ、そっか、2月といえば節分でした。過ぎたわよ。あなた私に豆ぶつけたの忘れたの？あ、あれはつるのさんが悪いんですよ。もう、2月のイベントといえばバレンタインでしょ。あ、ありましたね、そんなの。って、え、バレンタインだから魔女が元気なんですか？毎年ってわけではないんですが、学校に集まる時があるんです。不安定な人が増えるから。あの、バレンタインくらいは魔女も空気を読まないんですか？魔女も女ですし、恋する女の子だった時も。あ、なるほどね。ん？何言ってるの？本当に恋する乙女だった時期があったとしても、魔女は呪いを振りまく存在、その冷酷さは変わらないわよ。そうですよね。メル、どうしたの？いや、あの、実はですね。ん？バレンタインについて占った子がいるんですけど、その子一応クラスメイトで大丈夫かなと心配になって。そういうことだったの。はい。やっちゃん、落ち着いて。え、七海先輩。ひぃ、なになに、鬼の行像メル。占いは禁止って言ったでしょ。ああ、メル。あ、はい。そうね、そこは正座よね。あ、正座してんだこれ。はい、やっちゃん、甘やかさないで、美冬。あ、そうだ、こういう感じだったよね。今回ばかりは強く言っておかないといけないわ。メル、自分の占いのことはちゃんと分かってるでしょ。はい。メルの占いは当たっているわけではないんじゃないかしら。え？七海先輩まで僕の占いを信じてくれないんですか？そういうことじゃないわ。あなたの占いは未来予知じゃなく、占い通りの結果になるよう未来を誘導する力なの。つまり占いの強制的な成立があなたの固有魔法ということよ。それなのにどうして占ったの？占ってほしいと強く言われたので、つい。ただ七海先輩、僕が悪かったのは分かってます。それにしてもいつもよりお叱りが厳しくないですか？私だって理由もなく怒ったりはしないわ。恋の一つでもしたことがあればわかると思うけど、どう？つまり恋と関係してることですか？ええ、そういうこと。
じゃあ僕にはわからないです。初恋だってまだなのに。あら、そうだったんですね。恋ってどういう気持ちですか？どうしてそんなに大切なんですか？え？教えてくださいです。僕知りたいです。七海先輩の怒りがわかるなら。やっちゃん、どうぞ。みふゆ。始めたのはやっちゃんですよ。七海先輩。わかったわ。そうね、大切なことよね。はい。恋っていうのはね、その相手のことを考えるとドキドキする気持ちっていうか、はい、一緒にいたいなって思ったり、うんうん、要はなんて言うの、あれよ、あれですか？そう、相手の人と二人だけの時間を共有できたらいいなって、そういう気持ち。それが大切ですか？うん。みふゆ、パス。やっちゃんが撒いた種ですよ。詰まさせてしまってごめんなさい。このやりとり面白い。そんな、みふゆさん、え、みふゆさん、もう分かりましたよ。ですね、こうドキドキしたり、それ七海先輩と同じですよ。だけどその抽象的な気持ちが全てなのかもしれません。いずれ恋人になって、夫婦になって、連れ添って、最後に死して別れゆく。つまりドキドキというのは、恋というのはですね、添い遂げられる運命の相手に引きつけられる気持ちです。おお、なんとなくですけど大切さが伝わってきたような。めっちゃくなつ。そして結ばれるかどうかは最初の告白次第。振られたら二度目がない、一度きりのチャンスかもしれない。だからね、メル、その恋が実るかどうかを占いで誘導しちゃいけないのよ。メルの占いが不幸を示せば、その人の努力が無駄になるから。一度きりの人生を僕の占いが決めてしまうんですね。そういうこと。だから強く怒ってしまったのよ。でもそれなら安心しました。占いの結果は良かったので。そう、良かった。メルの占いが幸せを示せば、その子も幸せになるはずだからね。はいです。でももう二度と人の告白を占ったりしないように。はいです。ああ、野中の声楽だ。あ、そうなの、それ楽なんだ。うん。これ誰だろう。恋ってどんな感じなんだろう。七海先輩も美冬さんも知ってるけど、僕は恋を知らない。昨日少し話してみて、なんとなく大切さは分かった気がするけど、ちょっぴりまだしっくりこない。ちょっぴりはなんかすごいな。恋か、プップ。ああ、そうか、ごめん間違えた。どうしたの、メル、バレンタイン前に好きな子でもできたの？違う、そうじゃないから。あら、そうなの？チョコレートの作り方ならお母さん教えてあげるけど。もう違うって言ってるのに。学校行ってくる。泉さんも来る前なのに、珍しいこともあるのね。ふんふん。どうした、アンナ、朝からずいぶん機嫌が斜めだな。得意そうだな、カナギの声。カナギさんには関係ないですよ。だむ、そうかもしれんが、思うことがあれば言ってみろ。気が楽になるかもしれんぞ。え、じゃあ聞いてみますけど、カナギさんは恋ってしたことありますか？恋か、それは自分の苦手な分野だな。そもそもどういう感情かわからないからな。思った通りです。知ったところで腹の足しにはならんし、魔女につけ込まれるだけだろう。まあ確かに。む、カナギさんは冷たいですね。あ、そっか、恋心を知らないと冷たい人間になっちゃうんですね。つまりバレンタインを狙う魔女とカナギさんは同じですよ。うん、ん、あ、尻をひっぱたくぞ。う
うわぁ何チャイムリアルリアルだな。というわけで僕は恋がわからないままで。それ私に聞きに来たの？誰この子？モブだよ。同い年の方がわかりやすいと思ったから。うん、でも私なんてまだお子様だよ。その知り合いのお姉さんが言ってたことが楽しいと正しいと思うけど。つまりドキドキというのは、恋というのはですね、添い遂げられる運命の相手に引きつけられる気持ちです恥ずかしいセリフ言わさってるの。あれが恋？なんだよアンナ、そんなに知りたかったら俺が付き合ってやろうかチャラ男が出てきた時にきっとすぐに分かるぜはい、キザが耳にか映るから離れてください。な、あ、あ、銀ちゃんがアンナにやられた。銀ちゃんなんだ、やばいな。銀ちゃんうるさいなあ、そうだ、ん、明日のバレンタイン準備はもう大丈夫？あ、うん、それはもうメルちゃんのおかげでいっぱい元気出たから。この間は占ってくれてありがとね。うん、順調なようで安心したよ。明日は頑張ってね。うん、うん、やっぱり僕の周りはほとんど恋を知ってるんだな。ちょっと出かけてくる。家に帰ってきたんだから出かける前に着替えなさい。あと遅くならないこと。もう分かってるよ。おお、服着替えた。それでこの服になるんだ。ポチャン。なんでポチャンで笑われるんだろう。サウンドエフェクトがウケるんだよ。別に恋なんてしなくたっていい。僕には関係ないことだから。かなぎさんが言う通り、心に隙を作るきっかけにもなる。でもなんだか気になっちゃう。胸の奥でうねうねとモヤモヤしてる。おお、すげえ。はあ。メール。あ。よかった、やっぱりここにいた。早く帰るように言ったでしょ。これ家の近くなのこれ。ね。ごめんなさい。ん？ああ、そっか。朝のことまた考えてたの？うん。ごめんね。え、なんでお母さんが謝るの？だってチョコレートの作り方美味しいよとか、ちょっと首を突っ込んじゃったかなって。でも心配しないで、お母さん口は挟まないから違う、僕は。だけど娘のことだから、お母さんもこっそり応援させてねだから違うって。うん、好きな人ができたんじゃないの？僕好きな人って今までできたことないから。だから恋ってなんだろう、なんで大切なのかなって先輩と話してみて考え出したら、なんだかモヤモヤしちゃって。そう、そうだったの。うん、うん、お母さんは何だと思う？恋ってどういう気持ちで、どうして大切なの？先輩はどう言ってたの？添い遂げられる運命の相手に引きつけられる気持ちって。うん、確かにそうかもしれないわね。お母さんも同じ？うん、そうだね。だけどそれは昔の話で、今は全然違うかもしれないなじゃあ何？湖覗いてみて。ん？お母さんにとっての恋はね、宝物に出会える大切な気持ち宝物？そう。え、僕？お父さんと出会わなかったらメルはここにいないもの。ほうほうほう。わあ、恥ずかしい。娘の前でそんなこと恥ずかしくないの？別に恥ずかしくないわよ。無理無理無理、僕帰る。ちょ、メル待って。ちょ、待ってよなんでそれ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、臭い、難しい、恥ずかしい。なんでにやけるんだ。結局お母さんとあれから話せなかったな。
確かに恋をして結婚したら子供が生まれる。保険の授業でもやった。でも宝物だと言われて悪い気はしない。ふっ、メール？アンナさんごめんね、せっかく占ってもらっていい結果だったのに私風邪ひいちゃったみたい。あ、あの子か。無理してでも行こうって思ったんだけど、風邪で熱出してる人からチョコをもらっても食べたくないだろうなって思って。あらららら。明日になっても熱が下がってなかったらお休みすることにした。おや、本当にごめんなさい。占い当たるんじゃないの？ん？おかしい。僕の固有魔法が効いているなら良い方向に向かうはずなのに。もしかして、お、変身した急に。やばいな。確かあの子の家この辺りだったはず。あ、そういうことね。こっち。ああ、魔女に対抗できるなら魔法に対抗できるなら魔女か魔法少女って思ったけど、まさか家の裏に潜んでるなんて。なるほどね。せっかく良い結果が出たんだ。僕の占いの結果をねじ曲げなんてさせない。根性が悪い魔女め、僕が反省させてやる。やさあ行くよ。僕はまだ恋を知らない。でも大切さは分かった気がする。行け、戦車のカード。何それ。そういうカード、そういうカードなの。やばいな。ドキドキする感情は誰かを思う大切な気持ち。照らして太陽。新鮮だな、この逆なの。運命の人に引きつけられる大切な気持ち。さあ今が審判の時。そして宝物に出会える大切な気持ち。だからその気持ちを伝えて一歩踏み出そうとしているこの邪魔は絶対にさせない。それに僕の 100% の占いを 99% にさせるわけにもいかない。終わらせるから。赤ちゃんだもんね。飲み込め、漆黒のアルカナ。戦いはまさか使い魔の方やらされるとはね。これいいな、このルールな。平等なルールだよ。このやられボイス。あ、魔女いた。やっちゅう。え、あれ魔女、七海先輩がフナウ。誰が魔女よ。魔女なら私たちで倒したわよ。え、無事に目を覚ましてよかったです。うむ、息災で何よりだな。あれ、僕友達から連絡が来て、占いの効果が消えてたから魔女を倒しに行って最深部まで行ったはずです。自らの固有魔法を打ち消す相手だということは相性が悪い相手とも読み取れる。はあはあ、なるほど。じゃあ僕は、私たちが助け出してきたの。そうだったんですか、ごめんなさいです。やろうとしたことは立派です。何も謝ることなんてないんですよ。アンナはそうかもしれんが、そちらの謝罪は欲しいところだな。東へのテリトリー審判だ。俺読めて審判。おお。だからグリフシードはそっちに譲る約束にしたはずよ。それにメルのことを心配してたのはあなただって同じでしょ。む、まあそうだな。心配ですか。今日はうちに来なかったでしょ。それに今朝は思い悩んでいた様子だったからな。少々七海に尋ねていたんだ。それはご心配をおかけしました。それでだ。はい。アンナにとっての恋は何か結論は出たのか。考えた結果ですけど、大切な気持ちなのは分かったです。でもどんな気持ちなのかは恋をしてみないと分からないです。それに気になっていたのは多分周りに置いていかれるのが寂しかったのかもしれない。というのは恥ずかしいので。他
保健の授業のせいか。え？自分も心と体の問題では考えさせられることがあったからな。まあそれでいいですよ。でも焦ることはないわよ。はい、いずれそういう日が訪れるかもしれませんからね。はい、それでもいつか恋はしてみたいですね。うわ、かわいそう。こうしてバレンタインに悪さをするような無粋な魔女や冷たい金木さんみたいになりたくないですからね。うん。あ、パシッ、おけつ叩かれた。なんだその終わり方、やば。普段からムチ持ってるんかい。